あのスケボーエリアになってさ、っていうかさ、冷静に考えたらさ、私スケボーもっとここで遊べばいいんだよな。でほらここでさ食事もできたじゃない、昔の動画、そのコロナ禍前っていうか、もうコロナ禍中も。でここの動画は最近撮ってなかったけどもさ、だいい運動になるよね。レドンドビーチさえこうちょっと3年のためにこうやって引いて動画撮ってみようか。ここら辺がいいかな。ここら辺レドンドビーチだから最高よ。で治安もいいしね、何度も言うけども治安もすごいいいので、普通にほら子供たちも今ね、ちょっと待って、何時だろう、サマータイムでね、今ちょうどね、7時ぴったり7時だね。ね、だここはすごい安全なのよ、レドンドビーチって場所は。何度も話してるけども、綺麗でしょう。まあ週末が来てなくなったりポイ捨てする人たちも出てくるんだろうけどもね。だからいいんじゃないかな、レドンドビーチでスケボー練習するのも。ただその駐車場の値段分かんないんだよな。その歩いて来れる人とかだったら、ジョギングとか歩いて来れるんだったらそれは全然問題ないんだけども、駐車場が問題なければ、あと多分距離は離れるけれども、多分路上で止められる場所もあるんじゃないのかな。ねえ、これさ、私 GoPro 買ったんだけどさ、あれなのよ、あの GoPro 9買って、今なんかあっという間に GoPro 11になったでしょ。で GoPro 9がね、まずパソコン、私のパソコンじゃ動かないっていうことと、あと GoPro 9って私その調査する前に YouTube とかで見る前に買っちゃったから、雑音がすごいなんかするんだよね。多分こういうのだったら雑音はしないと思うんだけど、いずれちょっとね、あの私スケボーでやるときにね、いわゆるそのなんて言うんだろう、私右利きと左利きって、あの指もそうなんだけど、これは音左手はなるんだけど、右手ならないし、あの選択的、今で言う便利な言葉、選択的左利き。だから足も左利きでグーフィーとかっていうもので、右足を利き足としてやるとすごい怖いんだよね。まあいずれちょっと考えて、今後ねスケボー、直樹のスケボーアカウントでも作ろうか。いや、まあ多分私ゲームとかね、ノンジャンルとかで動画を作ってるんで、そっちの今のメインの方にね組み込んでしまうかはまあ分からないけど、こういうのもいいよね、あのザーッとこう滑ってくる、ね、私久しぶりにねスケボーやるからね、ヘルメットとかちゃんと持ってきた方がいいと思うんだな、こける可能性あるし、全然感覚戻ってないのでね。なんかスケボーの話になってしまったな。あ、そうだ、これ長い動画に組み込むのとスケボーだけの動画で2つに分けよう、ね、コロナ禍緩やかになってからのレドンドビーチ、実店舗とかね飲食店がなくなってしまったから、ここがね全部スケボー場になりました。でレドンドビーチね、いつも私が動画に撮ってるようにすごい安全な場所なんで、子供たちもね今午後の7時なんだけども遊んでます。あれだな、GoPro がね、買った GoPro がね結局動かないしさ、あのっていうか雑音出るしさ、急だから。であとはパソコンの問題だな。よし、ちょっと近日中っていうか、まあ近日中っても多分1年後とかになるかもしれないけど、パソコン買ってから考えよう。でパソコンをゲーミング PC を買った上で、ちょっと私日本で買おうかな、ちょっとそれも迷ってるんだけど、その上で今度 GoPro 9を試してみて、ダメだったらば新たなのを買い直そう。